こんにちは、道方隼人です。ソウルです。久しぶり。1年ぶりだね。ちょっと身長伸びたよね。はい、数センチ、今130センチぐらいあるの？はい、130センチくらいは、あります。成長しましたね。はい。ビリヤードは練習してますか？はい、週に3回くらいで練習してます。早速今日はね、ボーラードをソウル君とやりたいなと思って、毎年ソウル君の成長をちょっと見たいなと思って、記録に残るものをやろうと思います。はい。一人でボーラードってやったことありますか？はい、最近もう一回やり始めたかなっていう感じ。最高何点出ました？最高は104点くらい。104点。100点超えるんだ。はい、すごいね。じゃあ今日はその記録を確実に超えるように2人だからね、1級交代でボーラードやって何点出すことができるのか、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。頑張ろう。頑張ります。では1プレイ目、ソウル君のレイプでお願いします。はい、お願いします。おお、いい力加減でブレーキつくね。いいポジションに出さないとな。10番か6番。10番いくかな。10番でどんな感じ？ちょっと押してこの辺までいける？はい。もうポジションまでいっていいの？いいね。ちょっとでも難しいね。274あたりがね、いついくか。レール際の球はそうなんですね。早めに入れとかないと。早めに入れたいね。ちょっと3番に行こう。1番を入れてもらって、はい、この辺に出して今いくかな。ナイス。6番。6番入れて、この辺だと嬉しいです。7番次いきたいかな。結構冷えるからね、そんなに疲れないかな。そうすると7番自信ないから5番にする。意外と厚みだった。7番ソウル君か。ちょっと待って、そうか。4番とりあえずね、はい、頑張ってストップして、力優しめでね。いいよ。ナイス。素晴らしい。ちょっと7番難しくなっちゃいそうだけどごめんね、はい、簡単にしすぎようとするとこの9番にするから。いやー、ちょっとこんな感じだ。で、一応ボーラーだから外れた時のことも少し考えて、力優しめにしといて、この場合外れてもこの辺にあった方が次やりやすいんだよ。頑張れ。おお、すごい。完璧。はい。ストライクスタートだよ。すごい。成長してるね、やっぱ。さすがです。感があるからまだいいかな。ソウル君だったら何枚いく？6番かな。6枚いこう。6枚入れた後のことも普段考えてる。6枚入れた後のことは一応選択肢があるようにこの辺のとこ考えてる。完璧です。当てる。8球がねちょっと難しいから、でもあの8球をどうにかしないとこの7番も難しいから、それをどうするかだね。7番もこっち2番で隠れて、そうなんだよ。今これ2番がどうしようかな。終わりか。5番の後を2番いってもらうようにするかな。はい、ごめんなさいごめんなさい。123456782点です。2番を、そうだね、難しいんだよね。1つに簡単なんだけど、ちょっとこの辺をどうにかしたりとするから、でも1回ミスっちゃってるからね。じゃあね、引けなくてもいいから、ボール1、5分ぐらいというイメージでこの辺やってもらっていい？運次第。叩いてるかもね、分かんないからね。8本だけ抜いて、そこで手段をストップするが一番いい。それはね、物理的にないかな。イメージは7入れて、ちょっと8に当たって、いやどうだろうな。避ける、そう、9に当たんなくてもいいんだけど。当たって手玉がこう逃げてくれれば最高。でも急にちょっと当たっちゃったら難しいけど、7番入ったらね当たっちゃって入んないのが一番最悪だからね7点。ちょっと似ちゃったね。おお、ちょっと難しくなっちゃったけど、ちょっとずついこう。もう4枚入れるしかなくなってきた。何か7番がいいかな。うわー、ちょっとそれはそういうふうに頑張ってもらおうかな。10番の簡単だよね。10番の簡単なんだけど、今ね、7番がギリギリこの配置だったらちょっといい場所にあるのね。だから7番頑張ってもらって、その後は手玉が6番に当たるから、1番から6番いくから、ちょっとこの7番だけ外したらしょうがない。ちょっと難しい。今ちょっとルーティンちゃんと2回試しましたね。さすがだね。その辺が去年と全然違うね。今これで7番入れてくれたから、ストライクの道が合うね。ずっといるから緊張してくるんだよね。まだ飲みすか？飲み水飲んで。いや、出ちゃうよね。じゃあ3番かな。ちょっと俺に届かないか。そうだよね。この記録を伸ばそうみたいな。3番入れて、ちょっとクッションからね、離れてくれればいい。8番もいるし、ちょっと入れてあげるんだから。5番ストップ。5番ストップ。10番もあるもんね。5番ストップ。はい。いいよ。10番、ちょっと見つけた。ごめんね。下ついてこっちでもいいし、上でワンクッション使ってもいいし、どっちもいいよ。プレッシャーかかるよね。おお、しょうがない。安心してやって見つけるね。なんていうんだね。ちょっと不安があってね。うん、少しだけ下ついて。もう力を信用してるから。の方がいいかな。いや、好きなのいいよ。何でよ。難しい。6枚か8枚ですか。ベスト難しいのにポジションが低いだろう。ちょっと引いた方がいろいろあるかな。助かります。10番でもいいけど5番も困ろうかな。次をどう考えて5番優しくいって2番いきます。ちょっと前にね、いいよ。1番だけできるとラッキー。ちょっと体勢悪いかな。大丈夫。そうだね、とりあえず入れやすい力というところでいいよ。若干体勢悪いからナイス。いや、いいよいいよ、全然いい。ちょっと届かないと思うけど、3番ベストでストップできる？はい。ナイス。ベストうまいです。さすが。やり慣れてる。あれ、中途半端だった。ごめん。この辺に持ってきたかったんだ。ちょっと7番も。いやー、ちょっとないかな。両方自信ないよね。どっちの方が？両方で入れるだけで平均。若干9かな。おお、素晴らしいよ。それならいけるわ。それならいけるわ。ないでしょ。すごいね。これミスったら叩いていいからね。いやー、すごいな。これも微妙に嫌だね。浸す、それともほんのちょっとプッシュを入れて優しく落とすこともできるけど、そんなにかな、ちょっと裏が使う、優しめにね、この辺狙ってもらっていい？ああ、惜しい。ごめん。うん。いい力だね。ちょっと下動点入っちゃってるから、もうちょっとだけね、真ん中上に行くね。少し引きやすいから、この台が。本当はね、ならばいいけど、ちょっといろんな先のことを考えて。優しく4番を落としてもらっていい？押して10番に当たるか当たらないか。ちょっと出てください。1番を切ってちょっと前に出そうかな。ここだったら最高。これ届く？はい。ちょっと引いてクッションに入れるぐらい。ちょっとね。しっかり引けるね。ナイス。いい感じだよ。いいですね。いや、9か10頑張れる。9かな。難しくなっちゃったな。一番好きなのでいいよ。10コーナー。ごめんね、ちょっと難しいわ。あんまりないけど。入ってないです。うん、ごめん。ちょっと押してワンクッション入ってこの辺ぐらいだったら最高です。はい、もう普通のことは全然普通にできるね。5番頑張ってもらっていい？はい。ストップ。おお、まっすぐ本当に曲がったね。はい。これでもう。2番から6のポジションどうすれば出るか分かる？普段はどうする？そうではあっちのポジション、3のポジションを当てて、同点はそうだったらちょっと左、ちょっと左つく。じゃあそれでいこう。完璧です。何も間違いはありません。ナイス。ストライクかな。ストライクかな。お、並んでる。ナイス。同点がちゃんと変わってる。今のでもうちょっとだけね、力が入れば最高だね。かわいい。こう見とこう。本番いかないといけない。ちょっとだけ引きでもストップでもいいの。無理しない感じで。3だね。3をストップ。あ、ごめん、ちょっと減ったわ。この辺にちょっと横に上がっちゃって、はい、ちょっと1番ストップ。1番が一番ちょっとね、1、10は一番簡単なんだけど、その中のポジションを考えて、ちょっと体勢が悪くなっちゃったな。でも今10番いってもらおうかな。でだからね、この辺止まっちゃってもいいし、こっちに行ってもいいや。ぴったり8番に持ってこれればいいんだけどな。どうしようかな。で、あんなじゃないよ。1番をちょっとね、下サイドスクラッチでちょっと怖いから下はつかないで、真ん中かな、こうなんか動いてくればいい、はい、両手ほとんど真ん中。うん、ナイス。2円チャンスだね。これはね、そうなんだよ、大丈夫なんだけど、あのね、ちょっとこっち来てもらって、この辺から4番行くのと、うん、この辺から4番サイドに行くのどっちがいい？まっすぐに出ればもういいんだけど、ちょっとずれちゃった時にこの辺からのサイドか、この辺からのコーナー、どっちの方がいいかなっていう。この辺からのコーナーがいい。じゃあこの辺、まっすぐに出るようには。その辺はね、もうね、そうですよね、自分で考えられるかもしれない。絶対まっすぐは出したいんだけど、まっすぐ出すのってもプロでもだいぶ難しいから、ちょっとずれちゃったとき、どっちの方がいいのかなっていう。これも左右に出すこともできる球なので、うん、その時にちょっとずれて、こっちのがいいのかこっちのがいいのかを考えて、じゃあこっちにしようみたいな、うん、だんだんね、分かるのか。緊張するよね。ダブルだもんね。まっすぐでもね。よし、3人じゃない。いやー、レールにちょっとなるかな。頑張ろう。3、7、8、5、2。こっちは4番。そうだね。そうだよね。4番か、まあ8番でもいいけどね。10番だとちょっと体勢悪いかな。でもベストで4番でもいいんだけど、ちょっと1番邪魔かな。最初に試練があるね。8番か。8番入れて、8番入れてくれたらどこでもいいよっていうわけにはいかないわ。じゃないよね。上ついて、こういう動きすると思うね。なんで、この辺の間ないかな、まだ。下つくとちょっとね、シュートが難しくなっちゃった。しっかりいいよ。それだったらまだいいや。ナイス、大丈夫。4番が行きやすかった。ただ次ちょっと総力に頑張ってもらうかな。はい。まだちょっといいよね。気持ち的にね。でも簡単じゃないからね。あ、ちょっとセカンド。しょうがない。ナイス。6。惜しい。難しい球だったね。これを引きずらないようにしたいな。こっちか。公式、ちょっとね、ワンクッション、ツークッション、この辺入れてて。今ね、弱いより強い方がいいよって言おうとしたんだ。言わなかったのが悪いね。頑張れ。おお、体止まってる。ちゃんと考えてる。うん、いいよ。いいブレイクです。いいブレイクがいい感じになるのがいいんだけど、確実的にね、いいようになりやすいから。あれはね、3番6番とかしょうがない。で、ブレイクはね、めちゃくちゃいいブレイク。ただこれもいけちゃうね。3番6番を好きな力加減、好きな動点で。はい。おい、助かった。9番いける？押して、ワンクッション押して、ちょっとクッションから離れたりするんですよな。届く？届くは届く？ちょっと届く。ちょっと上つける。上つけてワンクッション出てからちょっと出したいな。うん。ちょっと触れたか。7番の中途半端だって。10番引いてもらおうかな。ごめん、押していいや。ワンクッションで多分ね、大体この辺に入るんだけど、この辺よりは超えたい。弱いよりは強い方がいい。いいよ、ナイス。ちょっとだけ角度ついちゃうけど、ベストになっちゃうかな。この辺から、はい、頑張ってもらおう。頑張れ。やっちめるのがいいね。ああ、ちょっと厚み良かったけど、ちょっと左入っちゃったね。そうで、カーブしちゃった。ごめん2人でまたな本当にごめんそれはひどいポーランドでスクラッチは本当にひどいよ。全然考えなかったとんでもないことしてない。6番かな。1番はね、これ狙いにいけないんだ今。6番を、そうだね、その辺からいこう。そして優しく転がす感じでいいよ。まあいいや、そういう方がいいな。10番そしてアクションでちょっとね出してくれたら助かるな。ナイスナイス。親切。ここに行くか。ああ。大丈夫かな。大丈夫？大丈夫か。ごめん、7番よろしくないかな。いやー、動かないよね、ごめんね。頑張って入れよう。ナイス、ポジションまで。崩したくないね。ありがとう。ラスト。いいウェーブじゃない？最初はちょっと難しい。最初はちょっと。左で使えるのが大丈夫か。次はね、ちょっと。4番いける？ 4番終わろう。横に流すんだな。ストップみたいなイメージ。好きな使っていいよ。ぐらいなんです。いい動きです。ちょいというか1番押してこの辺までいっちゃう。注文通りです。うまいね。3と9好きな方でいいよ。その後のポジションはどっちでもどうにでもなる。入れがいい方。しょうがない。ごめん。終了です。何点出たのか。で、合計163点です。153点。じゃあちょっと横に来てもらおうかな。はい、お疲れ様でした。はい。合計163点。150点超えられてよかったね。はい。ただね、結構僕がボンミス多かったんで笑わない。なければ200点超えられたかもしれないし。今度はね、200点ちょっと超えるのを目指して、まあ、ボーラーとは1年に1回ぐらい一緒にできたら面白いね。点数出るから頑張ろう、はい、そしてソウル君は1人でこの点数を超えられるように、はい、1年で超えられたらめちゃくちゃすごいよこれはまあ難しいと思うけどね。ボーラーでも結構いい練習になるから頑張ってください、はい、じゃあ次は30分マス割り出せるのか、はい、リベンジ頑張りましょう。頑張ります。はい、じゃあ一回ありがとうございました。